Boss Knowles TV。 かなり3円のディフェンスがねプレッシャーかけてますからね、ただその中をかいくぐって決めたノーミかわして速いパス、あとキムタケ、さあノーミ、さあ合わせていく、サイドカーターついています。さあアレンどうするか、さあアレンのアタックブロイクだ、もう一度言うばかりの長距離砲、18対28、その差10点、パラスが狙った、乗ってきましたね、これもステップバックからの3ですからね、非常に難しい技術ですよね、簡単に決めて見せてるよ、新潟としてはポイント決めたいですしね、はい、大変としては守って逆にロバート・カーターのリバウンド、そしていいですね、ラベナが行くぞ、はい、リードに乗ったこのハーディラベに対してブロックのブロックの後に自分で前半戦少し思うようなプレーではなかったかもしれませんが、後半戦乗ってきたかもしれません、サーディラベだ、ここはロストアレンのアタック、この強いプレーでしたね、これ体当たってますか、こちらはノービー、そしてロスコアレン、アレンのアタックダンクだ、いやー豪快でした、パラス、パラス、ね、パラスが行く、そして決まった、止まりません、コービーパラス、多分ダンク行こうとしたんですけどもね、そこからすぐにうまくフローターに切り替えましたよね、時間が見えてますかね、残り時間が少ないんですがラストショットは決まった、残り時間が少ない中で最後決めたのは、その新潟、第3クォーターの終了間際にビッグプレーが生まれました、このジェフ・エアーズ、リバウンド拾ったロバート・アーサー、そして速い展開に持っていきたい、パスがつながっていく、ブロック、すごい、コービー・パラスのブロックでしょうか、パラス選手ですよ、すごい、さあ、ディラベダ、レイアップ、拾って新潟、ドスコアレンが行く、そしてこれが決まった、バスケットカウント、ここはもうユーロステップですよね、本当にアウト、タイムアウト明けで少し流れが変わった感じがあります、3円のフェニックス、一方でコービーパラス、素晴らしい身体能力ですね、川谷からここ狙ってきた、コービーパラス奪った、さあパラスかわして、ダンク、